キンキキッズの堂本剛が主演し、荻上直子が監督を務める映画、丸、10月18日公開の新たな場面写真が公開された。27年ぶりの映画主演となる堂本が演じるのは、美大卒だがアートで身を立てられず、人気現代美術家のアシスタントをしている男、沢田。独立する気配もなければ、そんな気力さえも失って、言われたことを淡々とこなすことに慣れてしまっている。ある日、通勤途中に事故に遭い、腕の怪我が原因で職を失う。部屋に帰ると床には、アリが一匹。そのアリに導かれるように描いた、丸を発端に、日常が丸に侵食され始める、奇想天外な物語。